はい、どうも、マサルです。今回は SBI バンガード S&P500 に1000万投資してみたってことで、それの2ヶ月経過した段階での動画ですね。で、早速結果ですが、利益が85万の利益ですね。で、これ累計の利益なんで、先月が62万円だったんで、今月が85万で、85-62で、23万円ですね。今月で言うと23万円、増えましたよということです。で、これ投資詳細ってことで、結構1000万って言ってるんですけど、ちょくちょく S&P500 買い付けてるんで、今1225万円ですね、ぐらいで運用してますね。で、注目していただきたいのが、この含み損益で約7.5%、2ヶ月で増えてます。で、まあ、S&P500 ってインデックス投資なんで、まあ、そんなに、多分年間8%とか、大体そんなもんなんですけど、2ヶ月でもう7.5%まで上がってるっていうことで、まあ、非常に高い高収益な投資商品になってます。で、7月の12日ですね、30万円分またさらに、購入をしています。S&P500 インデックスファンド、さらに30万ほど買ってますね。で、考察なんですけど、これ先月とほとんど内容一緒なんですけど、やっぱり日本株は避けた方がいいなっていうふうに考えてます。で、一つは、まあ、オリンピックもちょうど終わって、で、まあ、これから選挙一色になると思うんですけど、結構自民党も支持率が下がってて、まあ、政権交代ないとは思うんですけど、まあ、それも何が起きるか分かんないんで、まあ、ちょっと政治的なリスクも含めて、避けた日本株は避けた方がいいんじゃないかっていう理由と、まあ、もう一つがコロナですね。先月の動画撮った時よりも、特にアジアの地域でコロナがまた拡大していて、まあ、中国でもロックダウンしたりとかしてて、株式にも鮮明にその傾向が現れてて、やっぱり日本だけでなくて、まあ、特に中国市場とかはやっぱりコロナの懸念があることだと思うんですけど、なかなか株価が上がらないっていう状況がもう顕著に出てます。なので、まだまだ僕は日本株はここで、まあ、売りを入れるならまだしも買いを入れるのは避けた方がいいんじゃないかなと思ってます。で、一方、アメリカ株は、まあ、先月に引き続き絶好調ってことで、まあ、金融緩和も僕はまだまだ継続していくと思ってます。で、自分自身が今投資している S&P500 も、まあ、おそらく来年の11月ぐらいまでには、まあ、今のペースに近い形でずっと上がっていくんじゃないかなって思ってます。なので、そうですね、あと1年ぐらいはこの S&P500 の方へ投資を引き続きしていきたいなと思っています。以上です。